はい、どうもこんにちは、バッシーと。ミクです。はい、今日は3月の7日ということでですね、まあ、特別に、特に特別な日ってわけじゃないんですけども、こちらですね、初音ミク V4X8 分の1スケールのフィギュアが、予約開始になりました。はい、個人的に非常に楽しみにしてたフィギュアなんで、早速予約開始が来てちょっと嬉しく思ってます。はい、じゃあ早速ちょっと見ていきましょう。いつも通りアミアミさんに遊びに来てます。はい。ですね、まあ、こんな感じにできてるんですけども、画像ちょっと見ていきましょうか。はい、出来はかなり良さそうですね。はい、まあこんな感じで、ところどころクリアパーツも使われてて、とてもいい感じだと思います。スカートの下だとか、この横の部分だとかね、ノースリーブのところだとか、ミクちゃんの、髪留めのとこかなの部分とか、クリアパーツがちょいちょい使われてていい感じだと思います。はい。髪の毛もなんかちょっとこう、なんだろう、ブワッとしてる感じで、これはまあいい感じなんだけど、個人的にはちょっとどうかなって感じがしますね。なんかやっぱり、普通のミクちゃん見慣れちゃうと髪の毛の量がちょっと少ない感じなんでね、はい、まあ、その辺ちょっと違和感覚えてるのかもしれないけども、まあ画像はこんな感じ、見てる感じだと結構いい感じですね。はい、腕のこの半透明の部分とかはすごい再現率が高くて、個人的には結構気に入ってます。はい、でこちらなんですけども、アミアミさんの方だと 18% オフで7290円ですね。で、発売日が驚愕の2018年1月未定ということで、来年かよかなり時間がかかってますね。来年かと思って。早くてもまあ、12月とかその辺かなと思ってたんですけどね。もっと先でしたね。はい。まあこんな感じです。で、アミアミさん以外にもこちら、はい。Amazon の方でも予約開始がされてます。はい。Amazon の方は8538円ですね。はい。で、やっぱり、発売予定は2018年の1月31日ということで。困ったな。来年かって感じですね。もうちょっと早くなんなかったかな。もうすでに造形は完成してるんですけどね。造形は完成してるんだけども、こんなに遅くなっちゃうっていうね。はい、なんか理由でもあったのかな。はい、まあこんな感じです。とりあえず、アミアミさんとアマゾンの方で紹介したんですけど、おそらく一般販売の方でもしますので、その他の店でも、予約開始がされると思います。はい。まあ、どこで予約するかは別にどこでもいいと思うんですけどね。はい。特に予約特典がつくだとか、そういうのなさそうなんで、大丈夫だと思います。はい、一応、グッドスマイルを見に来たんですけど、グッドスマイルの方も特には、予約特典が特になさそうですね。はい。なんで、どこで予約してもあまり変わらないと思います。皆さんのお好きなところで予約すればいいんじゃないかと思います。こちらの方は一応予約じゃねえ、レビュー予定なんで、そうですね。来年の1月か、長いけど、まあ、待ちましょう。届き次第レビューしたいなと思います。はい。というわけで、ハスニク V4X8 分の1スケールのフィギュアが、予約開始しましたの動画でした。紹介したのバシーと、ミクでした。はい、またねー。バイバイ。ミクと、バシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今、パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシーとミクチャンネルをお願いします。はい。